さて、チッス誰も知らない狩人、イカレタコスケです。モンスターハンターライズスチーム版デモがやってきました。まあね、もう、先行プレイとかの動画も出てると思うんでね。もうどんな感じかっていうのは皆さんわかってると思いますけども、だいぶ綺麗になっております。というわけで、そんな感じでとりあえず一回ね、懐かしのデモを体験プレイしてみようかなと。で、オプションパッド見た感じ、まあ大きく変わってるのは、ボイスチャットの設定があるところですね。なんでゲーム内でボイスチャット。だ最近だともうディスコードとかはフレンドでやるだろうから、ノラでボイスチャットをする場合なんかに使うのかなって感じですね。ディスプレイに関してもかなり細かく設定できるようになってますね。カスタムというわけで、今最高性能にしてあります。だね。このディスプレイ周波数とかね、よくわかんないのもあるんだけども、フレームレートの上限も無制限とかあるんだけども、まあ60以上はちょっとわかりにくかったから60にしてますね。あとね、びっくりしたのがね、コントローラーの初期設定が3つあって、スイッチ用が2つ、あれ、2個ちょっと違いわかんないんだけど、あともう1個ね、これびっくりしたんだけども、プレステ4用のコントローラー、デュアルショック4コントローラー用のデフォルト設定がありました。で、今ね、私プレイステーション4のコントローラーにバックアタッチメントついてて、ボタンの数が増やせるんで、それを使って今プレイしています。決定ボタンが×画面でなんだ。×ボタン、X ボタンになってますね。まあ、ちょっとここは気軽に、まがいまごとはやめて、こっちで行きましょうか。モンスターを見る。まあ、双剣で行くか。とりあえず、まあ、ぬるぬる動いている。これは間違いない。さあ、やっていこう。で、まあ、設定次第だろうけども、背景とかのね、この密度がだいぶ濃いですね。さあ行っていこうか。やっていこう。それからこれね、なんだっけ。スイッチだと結構演出的にブラーが入ったりしてたのが消えてるのかなっていうとこですね。さあ、玉三つねちゃん。今これ、動画にしてる時点で若干画質下がっているから、ね、私が今見てる画面そのままは見れないかもしれませんけども、まあ、こんな感じですよ。多分フレームレートのヌルヌル感は出ているんじゃないでしょうか。それからなんかちょっとテカテカしてる感じですかね。さあ、玉三つねちゃんやいましたね。まあ、とりあえず戦わせてもらおうか。エフェクト関連にも注目。双剣、もう昔の体験版の時の私ではないのだ。わかるかね。よいしょ。で、プレイしてる時の感じだとね、ヒットストップ、まあ、武器が敵に、モンスターに当たった時の感触、まあ、別にコントローラーがブレるとかじゃないんですけども、それが、ちょっと違うかな。タイミングというかね。いや、玉三つね、玉三つね綺麗だな。玉三つね、今回初、初見なんですけども、鱗が一枚一枚までしっかり見えますね。あと背中はちょっとブラーを消してるんで、ブラーじゃねえ、なんだっけ、なんとかっていうのをメッシュを消してるんで、ちょっと、感ないですけども、いや、でも、近くによっても、だいぶ綺麗ですね。じゃあ、あとはまあ問題があるとすれば、ちょっと音量がでかいかもなっていうね。設定し直してなかったからね。ちょっとそういうビビり点はありますけども。ああ、美しくなりましたね。だが残念。玉三つねさんはオスなんだ。なんだろう、スイッチの時に比べると、フレームレートがヌルヌルになってるから、なんて言ったらいいの？モンスターの動きがすごい流動的になっているから、逆にタイミングがつかみづらい。わかるかな？なんかスイッチの時って溜めがあったんですよ。モンスターの攻撃の時に。でも、その溜めてる最中も流動的にモンスターが動くから、なんだろう。カウンターの動きが、カウンターが取りにくい。そんなイメージ。あー、すごいすごい。エフェクトも綺麗に映っております。そうだ、私は、そうか。なんか変だと思ったらクールがないんだ。ほい！間違えました！ボタンを間違える。すごいヌルヌルしている。どういう風に映っているんだ、どういう風に映っているんだ。目が慣れてないからね。あとね、ワクチン打ったばっかだからね、若干私のね、動体視力が追いついていないかもしれないが、よいしょ、あ、どっこいしょ。動きの激しい攻撃の緩急がしっかり見えますね。あとなんか泡の数多くねえかっていうね、そういう感じが見受けられるか。どっこいしょ。限定体験版こんな戦いにくかったんだ。空部様様ですな。当たんねえ。届かん。砥石、でも巨漢砥石を使いたいけど。
転んでるから使いたくありません。弾かれた時のこの速い戻りのモーションとかがめっちゃわかりやすいな。あとこれキャラの距離近いか、初期設定だから。いや、流動的に動いてるだけ。そうね、水の光とか、なんか密度がとにかく濃いな。めっちゃ、なんかモンスター戦ってる時の画面の圧がすごいよ。待って！あ、だからフレームで回避する場合とかは、見やすい人もいるかもしれないけど、逆にでもこれ、難しくなった人もいるんじゃない？やっぱさっき私が感じてたためのようなもの、あったんじゃないですか？ほい！あの、そこ、ちょっと、練習しないと。やばいこれ。地上で戦うのか。こんなに難しかったのか。誰だ、ライズがぬるいって言ったやつは。ぬるくねえぞ。地上双剣きついぞ。くそ、酔う。酔いそうだ。あまりのこのスピード感に慣れない。多分頭のどっかにスイッチ版のライズがあるからですかね。違うかな、違うわ。多分地上で戦ってるからだ。いつも俯瞰で戦ってるけど、今日はあの地上で戦ってるからですね。どっかしゃ、全然乗れないし、全然乗れないし。これでマガイマガとか倒せるのか。これタイミング見ないと全然刺さらんな。まだ弱んないっすか、まだ弱んないっすか。よし、そして総流状態へとなりました。これボタン配置どうなるんだ。ボタン配置どうなるんだ。大丈夫かな。はい、ゴン。あ、大丈夫。あ、間違えた、突進しちゃった。大丈夫そう。特にあのプレステコンでも問題なくいけそうです。倒せ、おら、いいダメージです。だがちょうど砥石が途切れたところでランブのやり方がわからない。あれ、ランブ出ない、出なくね。ランブ、ランブ、あ、出た出た出た。やばい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 。みんなを回復してやろう。ほら、だ、アカウンターを狙っていきたい。いや、体験版が難しい、体験版が普通に難しい。いや、密度が濃いね、すごいね。玉みつねが正面にいる時の圧よ。どこ行った、激しい。何を、危ない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 、当たった。いや、体験版のモンスターハンターライズこんな難しかったんだな。難しかったっていうのは変か。どれだけ今私が装備とあの双剣の空部に頼り切って戦っていたかという、その一点に限りますな。そろそろか、そろそろか。逃がしませんよ。お、そしてここで安定と信頼の稲荷寿司だ。あ、そうだ、総理できるかな。これも大丈夫、これも大丈夫そう、これも大丈夫、使いやすい、使いやすいけど、いやーでもいいですね。そしてここで総流大技を出す。あ、モンスターが2体いてもヌンル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 ですね。さあ、頭部に当ててランブをかましていく。もう一発あってのカウンターはあってのこれマガイマガドやっぱり倒せるかな、体験版のな。なんかちょっと玉狐を選ぶ前にもしかしたら、あ、いけんじゃないのって思ってたけど、これ無理だわ。多分だってライズの体験版の時も結局双剣で倒せなくてフラッシュアックスで倒したんだよな。昔よりはね、昔よりは多分さすがに上手くなってると思うけど。いや、おっと、リオレイヤーだ、リオレイヤー来た、危ない。レイヤーさん、レイヤーさん、レイヤーさんの力を貸してください。レイヤーさん、レイヤーさんの力を貸してください。レイヤーさん、レイヤーさんの力を。レイヤーさんもちょっと光ってっけどね。水やられされてんのか。おっと、残念、こっちか。ザ、ここはザ総流の技を極めし、このイカレタコスケくんがこの通り。あれ、どうやって乗るんだ。乗るボタンが分かんねえな。さあ、だがいいでしょう。水やられの次は毒やられです。
はい、ドン。そろそろとどめよう。そろそろとどめよう。おら。ない。あれ？あ、こうか。まだ死なないですか。まだ死なない。そろそろじゃないですか。これは G 級と言っても過言ではない。これは G 級だ。ああ、倒した。ああ、倒せた。ああ、途中からなんか普通に集中してやってしまいましたが、どうだろう、伝わったかな。とりあえず、まあとてもぬるぬる動くこと、それからまあさっきも何度も言ったけども、画面の密度と圧がすごいですね。まあ全体的にいい感じじゃないですか。これは特に訳がわからなくなりやすい、なんだっけ、百竜夜行とか、それからラスボス戦巻彦戦とかね、ちょっと楽しみだね。綺麗に見えるんじゃないですか。ああ、ジャグラスくんも綺麗だこと。ああ、ジャグラスくんのこの表面だけ見ると、なんかワールドみたいだね。テクスチャーはやっぱ、そうかそうか。テクスチャーはめっちゃ力が入れられるんだな。すげえな。委員会だった?ああ、いい狩りだったか。いや、まがいまから倒せるかな。Thank you for playing!てなわけで、とりあえず触ってみました。いかがでしたでしょうか。モンスターハンターライズ、スチーム版デモでございました。もうこれも懐かしいね。予約する。See you!